モコガチャモコキッチンスタート。早いね、びっくりした。まだ早い。楽しみすぎても早くやりたくて気持ちは分かりますけど、その前にモコ先生、はい、今日の料理の説明をお願いします。今日はですね、スープです。スープ、中華スープです。中華スープ、中華スープですね。一応あのスピーディーにやってるの。そうね、今日は中華スープね。揃える材料も今日は少なくて、しかも簡単にできちゃうものをまたまたご紹介させてもらいます。ではクッキングスタート。ガチャピンチャンネル。さあ、では始めていきます。そしたら消毒だ。ありがとうございます。さあ、ではここにお湯がね、沸騰してますけれども、ここでガラスープを入れていきます。ねえ、もう、このガラスープを入れるときってどんな音をつけますか？じゃあ、まあこう、さーとかですか？じゃあ、いくよ。さー。まあ、さー。しゃー。しゃー。おここでしめじ、これもまた音入れる？ムックよろしく、BGM。ちょっと、しめじを入れると。しめじ。入れるよ。あー、ポチャン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 。さすがだと思う。合ってた？合ってました。当てた、当てたっていう感じ。考える時間を与えないから。しめじが入りました。それと、あとはトマトを入れます。これちょっと切るんだけど、これもまた音あった方がいいのかな。くる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 。いやー、それトマトの気持ち。それトマト側なの。いやなんかかわいそうなじゃん。もうちょっとなんかかわいい音ない。かわいい音か。わーいいね。あー、なんかトマトっぽい。トマトっぽいね。はい、じゃあトマト入るよ、向こう。はい、はい、失礼しまーす。またトマト側の気持ちになってる。で、あとは卵ですね。ポンポン。おー、美しい。もこ先生、片手で割るのできます？片手じゃー。あー、さすがもこ先生、かっこいい。いい手だよ。じゃあ今日はもうこれで満足っていうことで。お疲れ様でした。待って、まだ作りかけじゃない。ごめん。じゃあこれでね、ちょっと中火ぐらいにして、はい、さあ、でこの卵をちょっと溶いていきます。どうですかね。いい感じに、あ、すごく上品な感じで。あら、どうやら育ちの良さがバレてしまったようですな。今回ね、水溶き片栗粉を使うんだけど、卵を今回あのふわっと仕上げたいので、この卵に水溶き片栗粉を入れて、そうするとふわっとなるの。そう、ふわっとなります。でこれがね、グツグツしてるところに、まあ細くね、一気に入れちゃうとボンって固まっちゃうので、ほーっと周りからこうね。こっちじゃなくてこっちそうでした、そうでした。で今回仕上げにね、この青ネギを使いたいので、さあ、小口に、小口でいきます。で最後はね、ごまをね、うわっと入れます。あー、ちょっと待った。うまいに決まってる。うまいに決まってる。いただきました。いい感じだ。そして最後は、緑の雪のようだ。よし、じゃあ食べようか。はい、じゃあこれで完成ということで、はい、卵とトマトの中華スープの完成です。完成。それでいきますよ。はい、モコガチャムクキッチン。さあ、中華スープの完成です。はい、できました。モコ先生さ、カメラ持って僕たち自撮りっぽくさ、最後エンディングしよう。あ、いいですね、いいですね。オッケー、オッケーですか。重い重い。ちょっともうちょっと詰めて。そういう感じ。バッチリバッチリ。もうちょっとこうかな。あ、これでバッチリだね。よし、
じゃあ今日は中華スープが完成しましたので、皆さんもぜひ作ってみてください。食べてください。はい、そしたらまた、じゃあねー。